皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回ですね、動画を撮るときに必要になるジンバルについて新しく出たものがありますので、こちらをご紹介したいと思います。それがですね、こちらのジンウンのクレン M3 というですねジンバルになっております。これがですねめちゃくちゃすごいんですよ。これに出会えたのがすごく嬉しいです。ということで、私はですねこのジンウンのクレン M2 とですね、もう一つ前の型をですね持ってるんですけども、これもですねα6400 を乗せて、使ってたんですよ。でただですねちょっと不満があって、これがですねペイロードといって乗せれる重さっていうのが 720g までっていう形だったので、 α6400 が 400g ちょっとあって、それにですねレンズと ND フィルターを足すと、もうレンズってですね、限られたものしか使えないんですよ。例えばですね、このシグマの 16mmF1.4 のレンズが乗せれたりとか、もう少しレンズの選択肢が増えるといいなっていうふうに思ってたところにですね、この M3 がですね発売されて、ものすごくパワーが上がって、結構重たいものフルサイズのですねカメラも乗るようになったので、これはですねすごく、このコンパクトさ見てください、変わらないんですよね。ほとんど2とですね3と大きさあんまり変わらないんですけども、重さはですねこっちの方が重いものを乗せれるようになったっていうところがすごくおすすめなポイントになっております。はい、なので今回はですねこの2から進化したこの3のですねちょっといいところっていうのをご紹介していきたいと思います。はい、でそもそもジンバルっていうものは何なのかっていうところなんですけども、カメラを使って動画を撮るときに、手に持って撮影しますよね。三脚に置いてもらってもいいと思います。でその時にやっぱり手ぶれが起きてしまいますよね。歩いたりこうやって動かしたりするとやっぱり手ぶれが起きてしまうっていうところで、歩きながらの撮影でこういったですねジンバルを使うことによって、縦と横の揺れっていうのを軽減してくれるので、映画みたいにこう滑らかなですね動画をですねこういう風な感じで撮ることができるんですよ。はい、これがジンバルのすごくいいところで、素人でもこういったですね映画のような雰囲気に撮ることができます。カメラの設定もですねちょっと映画の雰囲気に合わせて、しかもこのジンバルで撮るだけでですね、もうそれだけで映画のような雰囲気の動画が撮ることができるので、ジンバルを持ってないっていう方はですねちょっと持っていただくとですね動画っていうのが楽しみながらできるんじゃないかなっていうふうに思っております。例えば日常のですね家族の動画とかですね、家族の中のイベントの動画とかですね、そういった恋人との動画とかですね、 Vlog とかですね、そういったものをこのジンバルを使って撮ってもらうことで映画のような雰囲気でですね撮ることができるので、どうしてもですね手ぶれとかあると、後から見返した時に酔ってしまったりとかですねしてしまうので、こういったジンバルを使うことって、滑らかな綺麗な映像をですね撮りやすくなるっていうところになっております。はい、じゃあこの M2 から M3 にですね何が変わったのかっていうところのですねちょっとスペックの紹介をしていきたいと思うんですけども、はい、ペイロードといって、重さ、これにですね乗せれる重さっていうのがこっちが 720g で、こっちはですね公開はされてないんですよ。ペイロードが何グラム何キロまで乗せれるとかはですね公開はされてないんですけども、おそらく1.5 キロぐらいまでは乗せれるのかなっていうところですね。フルサイズの α7S3 に 50mm の F1.8 のレンズが乗せれますよとかですねアナウンスあったので、そういったところですね、結構重たいものでもフルサイズでも使えるようになっております。ちょっと長めのレンズになってくるとバランスが崩れるので使えなかったりするんですけども、短めのレンズだったりですね結構フルサイズとかでも、どんなものでも結構乗るんじゃないかなっていうふうに思っております。で重さなんですけども、こっちが 500g でこっちが730g なので重くはなってるんですけど、見た目ですねちょっとグリップが太くなって、この辺がですねいろいろちょっと分厚くなってっていうところはあるんですけども、持った感じ確かにこっちはちょっと軽いんですけどね、こっちはですねもうモニターがついたりとかですねいろんな機能がですねプラスされてるので、簡単に持った感じではですねそんなに違いはですねちょっと重いかなっていうぐらいになっております。はい、でバッテリーの方もですねこっちが7時間でこっちが8時間なので、1時間ぐらいちょっと長く使えるようにはなっております。で充電時間もですねこっちが2時間で充電満タンできて、こっちが3時間というところでバッテリーの容量は大きくなってるんですけども、充電時間は1時間こっちが早くなってるっていうところになっております。はい、あとはですねここのモニターがタッチパネルになってるんですよ。ここですね、ここがタッチパネルでいろいろですね操作できるようになってるので、これはめ
ちゃくちゃ使いやすかったですね。この辺もですね、後でちょっと紹介していきたいと思います。あとはですね、ここのコントロールホイールっていうのがですね、まあいろいろここにもですねついてるので、こっちはですね、ここにジョイスティックみたいなのがついてるだけで、あとはですね、ここにですねズームとかがついてるんですけども、ここはですねほとんど使わないですね。ここだけちょっと使ってたっていうところで、この辺もですね結構いろんな機能が追加されて使いやすくなったっていうところになっております。はい、あとはですね、まあ、ここにですね LED ライトがついてるので、夜間にですねこういったライトを照らしながらの動画撮影っていうのもですね簡単にできるようになっております。ここにマイクがですね付けれたりとか、ここにですね、まあ、いろんな接続端子ついてるので、まあ、ここでいろいろですね拡張しながらですね、まあ、動画も撮れるっていうところになっております。このですね2から3になって、めちゃくちゃこれですね、ありがたい機能っていうのがあって、自分は個人的にですねめちゃくちゃこれ素晴らしいなっていう風に思ってるところがあって、これこうブランブランするじゃないですか。ブランブランするんですよ。一応ロックはあるんですけども、一回ですねこの全てのバランスを崩してからじゃないと、まあ、収納ができなかったんですけども、ロックをかけれなかったんですけども、これがですね3箇所ちょっとロックがですねできるようになって、ここでこういう風にですねロックを一つかけられるようになって、こうか、はい、でここもですねロックが一つ増えて、こういう風にですねロックが一つ増えて、あとここですね、ここもロックが一つ増えたことによって、はい、これバランスを変えずにですね持ち運びできるようになりました。これも素晴らしいですよね。でこれカメラに乗せたままでもですねプランプランしないので、こっちはカメラに乗せたままだとこういうプランプランしちゃうんですよ、運ぶときにですね。これがロックできるので、このままですねロックされた状態でカメラを乗せて運べるっていうのはですねめちゃくちゃ素晴らしいなっていうふうに思いました。バランス取るときなんかもですね、これだとめちゃくちゃバランス取りやすいので、こっちはですね結構時間かかってたんですよ、バランス取るまでに。ただこっちになってくるとですねめちゃくちゃバランスが取りやすくなったので、その辺もすごくですね時間短縮になったので、どうしてもですね初心者の頃ってこのバランス取るのがめちゃくちゃ難しかったりするので、その辺はですねすごく簡単になってるので、まあ、初心者の方でもですねこれはめちゃくちゃ使えるジンバルになってるんじゃないかなっていうふうに思っております。あとはですねアプリなんかもいろいろ対応してるので、まあ、アプリで操作したりなんかもですねできますので、いろんなですね機能があるコンパクトなジンバルというところで、これをですね、まあ、使ってもらえると簡単にですねすごく映画のような動画をですね誰でも撮ることができるようになるので、まあ、ぜひですねこの辺ちょっとですね参考にしてもらえたらいいかなっていうふうに思っております。で一番ですねやっぱり僕が嬉しかったのが、この α6400 に 16mmF1.4 のこのシグマのレンズを乗せれるっていうところがものすごく嬉しかったです。はい、で一応ですねこのカメラとこのレンズのセットだと、このジンバルに乗せれますよっていうですねカメラリストみたいなのがあるので、そのリストに合わせたレンズとカメラを選んでいただければ、まあ、100% 乗せれることができるんですけども、実はですねこのシグマの 16mmF1.4 のレンズってそのリストに載ってないんですよ。で、まあ、なぜかなっていうふうに思ったんですよね。でこれ実際に乗せると全然乗せれるんですよ。ただこの前が長いので、これが400ちょっと、これも400ちょっとっていうところで前に重心が行ってしまうので、これギリギリなんですよ。後ろにですね重心を後ろに持ってきて、やっとギリギリですね乗るかなっていうところになってるので、例えばですねポートレートモードとかいくつかの、まあ、ちょっとですね使えないモードっていうのもですね出てきます。ちょっとバランスがですね微妙に取れてない場合があるので、普通に使う分には使えるんですけども、ちょっと一定のですねこう縦撮影のモードとかあるんですけども、そういった時にですねちょっとですねバランスが微妙に取れずに、そういったところでですね使えなかったりはするんですけど、基本的に普通に使う分には使えたので、このようにですね結構このレンズをですね使って動画を撮ってみたいよっていう方はですねすごくおすすめになってます。例えば α6400 とか ZV-E10 とかですね、この APS-C のカメラを使う場合はですねこれで十分で、いろんなレンズもですね使えますので、その辺ではですねすごくおすすめなジンバルになってるんじゃないかなっていうふうに思っております。じゃあ実際にですねここに乗せてみてどういう風になるかっていうところをですねちょっとご紹介したいと思うんですけども、ロックを外すことで簡単にですね外れるようになってます。カメラのですね下の三脚の部分にですねこういう風にですねカチッとこれを装着して、はい、でこれをですねあとはこういう風に差し込むだけっていうところですね。ちょっと隙間があるときはこういう風にですねちょっと寄せて使う、はい、
で実はこれができないんです。これはですねこうグラングランするのでこの状態を保てないのでなかなかバランスを取るっていうのがですね難しいんですけども、これはこっからバランスをですね取ることができます。例えば今もうこれはですねバランスをですね取ったままなんですよ。なので、ちょっとですねこのロックだけ外して、はい、こんな感じでですねいちいちですね毎回バランスを取らなくてもこのバランスを取ったところでロックをかけてしまえばこのセットはそのまますぐ使えるっていうですねめちゃくちゃ簡単なものになってます。一番初めはですねここいろんなところをですね動かしながらバランスを取ってっていうところで、まあ、例えばここロックかけてしまえばですねここのバランスを取るだけでここのロックを外してじゃあ次はここの部分とかですねこう簡単にできるわけなんですよ。簡単にですねいろいろバランスを取ることができるのでこれはめちゃくちゃおすすめなんじゃないかなというふうに思います。で実際にここにですね電源があるので電源を入れて、はい、でこのままですねこうもう使えるのでこれでですねブレをですね軽減することができるので、はい、あとはですねキャリブレーションっていうのが必要になるんですけどもそれがすごく簡単なんですよね。まずですねここバランスっていうところをですね押していただくと、まあ、どこに今傾いてるっていうのがですねすごく分かりやすくなってるのでこの辺見ながらですね、まあ、微調整もしてもらっていいかと思います。で、まあ、タッチパネルでですねここ戻ったりできるんですけどもセッティングのところのですねオートキャリブレーションっていうところをですね使うと、はい、これでブルブル増えてますよね。これで自動でこのカメラに合ったパワーとかですねこのバランスを整えてくれるっていうものになってます。すごく簡単なんですよね。なので初心者の方でも全然ですねこのジンバルはですね扱いやすくなってますので動画をですね簡単に撮ることができるようになります。はい、でこれでもう終わりなのでこれでもうそのままですね使える形になってますので、はい、これですね素晴らしいですよね。ちょっとライトつけてみましょうか。ライトついた。これ色温度も変えれるんですよ。こう色の明るさか、これは明るさですね。これで色温度とかですね、まあ、こういう風に変えれるようになっております。はい、あとはこの辺にですねロックがあってこういう風に固定して使えたりとか、このジョグダイヤルでこういう風に動かしたりとかですね、いろいろできるので、この辺はですね、まあ、使いながら慣れていってもらったらいいのかなっていうふうに思います。で、モードもですね、いくつか、こちらがパンホローですね。パンホロー。パンホロー。で、ロック。ホロー。で、POV。GO。でこれですね3回押すと、はい、こういう風にですね自撮りもできるようになるので、まあ、この辺もですね結構面白いんじゃないかなという風に思います。はい、でここはですねブルルってですねたまに震えることがあるんですけど、これはですねパワーがありすぎるのでその時はですねパワーをセッティングのところで、まあ、落としていただいてローとかですねミディアムとかハイとかですねモータートルクっていうのをですねいろいろ選んで使ってみていただけたらいいのかなっていうふうに思います。でこのジンバルがですね気になるっていう方はですね下の概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからですね購入していただけたらいいのかなっていうふうに思ってます。価格が 48,000 円とですねちょっと高めではあるんですよ。ちょっと高めではあって、こっちに比べたらですね結構割高ではあるんですけども、まあいろんなレンズが使えるようになるっていうのはすごくですねいいのかなっていうふうに思います。まあ逆にあんまりですねレンズ使わない、ちっちゃいコンパクトなレンズしか使わないっていう方はですね、まあ、720g の限定の中で使うのであればこっちでもいいのかなっていうふうに思うんですけども、まあ、バランスがですねこれちょっと取りにくいので、まあ、そういったですねめんどくささはこっちの方がですねないのかなっていうふうには思っております。
まあ、色なんかもですね、ちょっとこれ白しかないので汚れたりはするとは思うんですけども、この白もですね、例えば ZV-10 なんかはですね、この白のカメラがありますので、それにはちょっと合うかなっていうところですね。まあ、ちょっとガンダムっぽいところがですね、すごくおすすめかなというふうには思っております。はい、あとはですね、まあ、このジンバルを使っていろんな表現のですね、動画なんか撮ることができますので、その辺で活用してみていただけたらいいのかなっていうふうに思います。じゃあこのですね、 α6400 と SIGMA の 16mmF1.4 のレンズ、そしてこのですね、クレーン M3 を使ってちょっとですね、作例という形で撮っていきたいと思います。朝起きて歯を磨いてメイクをする、そしてカメラを持って出かける。さあ写真を撮ろう。そして一日が始まる。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでですね、映画のような動画を簡単にですね、撮ることができるので、ぜひですね、こういったジンバルを使って動画に挑戦してみていただけたらと思います。どうしてもカメラって写真だけだと思いがちになるんですけど、やっぱり動画も撮れますので、写真も動画も両方楽しむっていうのがカメラ自体を楽しむっていうことになりますので、ぜひこの辺もですね、ちょっと挑戦してみていただけたらと思います。はい、というわけでですね、今回の動画はここまでになっておりますので、このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話ししてますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。